宅ならエーベルハウスに任せなさい。達夫さんがね、ノノの作ったきんぴらごぼうを食べたいって。ああ、お前が作ってあげりゃいいじゃないの。そういうことじゃないみたいなんだ。だから。暮らし刺激ビート。ヘーベルハウスです。暮らし刺激ビット。